この事故の犠牲者の名前を刻んだ宮森小学校の仲良し地蔵には、やけどの後遺症のため、事故から17年の月日が経って亡くなった荒垣明さんの名前があります。明さんと同じ家に住み、兄弟のように過ごしたいとこが、事故から65年となるのを前に、明さんを忘れてほしくないと思いを語りました。松本記者のリポートです。ものすごい爆発音と火柱が上がったという、あの証言もあるから、ここでね、本当に墜落して爆発して、破片が、この頭の部分がこの6年3組、タイヤも一緒に突っ込んでて、逃げた覚えはあるのよね、落ちてドカーンともうこう真っ赤になって、その後逃げたことだけははっきり覚えてる。だからどこにどう行ったかは全然覚えてない。墜落直後の宮森小に駆けつけた沖縄テレビのカメラが捉えた映像でわかるのは、穴の開いた校舎の壁、瓦礫と化した校内に集まった多くの人たち、死者18人、やけどやけがを負った人は200人を超える大惨事でした。事故の時、宮森小学校の3年生だった伊波房子さんです。明のところですよね、一番。そうそうそう。この三教師はもう燃えてなくなってる。亡くなった子がもういっぱいいたのは。こっちで6名亡くなってたね。伊波さんは逃げる途中に足に切り傷を負い、一学年下のいとこで、当時同じ家に暮らしていた荒垣明さんが、ひどい火傷を負いました。でそれはもう真っ赤っていうか真っ黒っていうか、それをちょっと見ました。もう全身の感じがしたから、あ、これ大変だなとは思った。当時の小座市にあった病院に搬送された明さんは、その後アメリカ陸軍病院に移され治療を受けました。全身の 50% 近くに及ぶ大やけど、アメリカ軍がその治療の記録を残しています。あきらも、あ、こっちも、あ、ここ、そう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 、こっちだった、あ、ここ、あと顔もそうでした、あ、そう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 、ここ、数回にわたる皮膚の移植手術を行い、回復した明さんは、中学、高校と進学して、陸上部に所属。日常を取り戻した明さんの顔や体には、やけどの跡が痛々しく残りました。高校の時まで、こういう傷っていうのは見たね。記憶に残ってるのは、とにかくこっちがひどかったよ。やっぱり腕のところだよね。伊波さんが進学のため県外に出てからは、手紙で近況を報告してくれたそうです。あの誰それが何位になって何秒で、石川高校の結果をね、載せてくれてました書いて、陸上選手を夢見て仲間たちと切磋琢磨する様子を離れた場所から応援しました。トレーニングパンツをトレパンって言ってて、それをね、上下ね、送ってあげた。それでそれ着て練習してるって話をしてました。明さんが大学に進学してからも手紙での交流を続け、伊波さんの住む東京を明さんが訪ねてきたこともあったそうですが、明さんはその時、自らの体に起きている異変を伝えていませんでした。普段と変わらないけど、少し痩せたかなっていう印象はあったのだけ覚えて。それからすぐのことでした。明さんはやけどの後遺症による内臓の多機能不全でこの世を去りました。自分の弟みたいな人だったから、それで、お母さんもそうに常に言ってたからね。そういう気持ちですね。
時々思い出しますよね。6月30日。東京に住む伊波さんが沖縄に来ると聞いて駆けつけた幼なじみと、明さんの思い出を振り返りながら、可愛がった弟のような存在を奪った事故について、多くの人に知ってほしいと伊波さんは改めて感じています。もうあんまり話したくないような感じなんですね。でも私は実際にその場にいたし、明のことがあるから、話したい、みんなに知らせたい、そういう思いはありました。事故から65年、遺族の悲しみや大けがを負った人たちの苦しみは今も続いています。この事故で命を奪われた一人一人に未来があって、そしてその人生を必死に生きていたことを知ることが今私たちにできることだと改めて感じます。あさって6月30日には遺族会や事故を風化させまいと活動する石川宮守630会による慰霊祭が執り行われます。